はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、はい、おそらく、その国士望と鬼殺隊で戦わせるっていう動画の時にも言っていたと思うんですけど、こちらですね。はい、ついに頼市 vs 国士望、最終形態含めた国士望でちょっと戦わせてみたいと思います。実はね、まあこれパッと見た瞬間やっぱり頼市の方が強いんじゃないかって思うかもしれないんですけど、国士望って宿儺にも実は勝ってるんですよね。しかも結構ボロボロな状態でだったかな。でもちょっとそうでもないか、宿儺とタイマン張って第三形態ぐらいまでで勝ったっていう男なんですよ。なので頼市と宿儺ってまあ領域展開がね出たらっていう感じの条件だけど、その宿儺が頼市に勝つこともあるぐらいなんですよ。だからこの二人まずタイマンで戦わせたら意外と勝てるんじゃないかということで、今回頼市 vs 国士望、そしてもしこれで負けたとして何体の国士望で勝てるのかというものもちょっとやってみたいと思います。今回はね結構面白いことになるんじゃないのかな。いきましょう。じゃあもう早速いきますよ。まず国士望 vs 頼市でやって、そうだね、1対1一瞬で終わると思いますので、いきます。3、2、1、スタート。さあどうなる。ここでいやもう第二形態になってるが、いや耐えたぞ。ちょっと待って、第二形態は、ちょっと待って、これバージョン違う。ちょっと待って、バージョン、いやあるよね、だい、なんで、もしかしてヨリイチ相手には第二形態のみ、ヨリイチ相手だと変身しないとか、うわありそう。ちょっと待ってくれ、これちょっと試すか、試そう。さすがにちょっとこれは試しとかないといけない。バージョン変わったとかはないと思うんだけど、さすがに1個前のバージョン僕がやるというメリットっていうかないから。これあるか、もしかして本当に。あ、これ全然食らわねえ。強いなぁ。呪術回戦のさ、真人もそうだけど、さあ行くよ。これで、なるよね。なって、結構やっぱオルカさんって設定に忠実にされるから、真人に関しても、で、領域展開。真人、来たわ。その宿儺に対して領域展開を打とうとすると、まあ、領域展開、真人の領域展開が壊れてしまうと。うん。いう感じの、なんだろう、その、設定があったりとか、あとね、鬼滅の刃の方にもあったんだよね、いろいろ。その、これをやると、こうなるみたいな。その、弱体化するっていうか、一撃、無惨様に鬼の状態で挑むと、やられたりとか。結構そういう細かい、設定があるので、多分、国士望もより、じゃあ、そういうことか。マジか。じゃあ、国士望をちょっとガンガン出して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、まず10体でいってみる？いくよ？はい。どうだ？これで、いや、ダメだ。一瞬だ。やばい。第4形態までいかないとこうなるわ。あー、そうか。じゃあ100体いってみようか。第4形態になってほしいな。あー、そう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、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 お経みたい。いやー、これ、頼市以外に強いキャラって言うと誰になる？この、鬼滅の刃のキャラクターで。まあ、後でちょっと呪術回戦モッドもやってみますけど、ここら辺で、でも本当は無惨様と戦えるんだったら戦わせたいんだけどね。あ、でも鬼の王なら戦うか。重い！そうだ。だー、重い！いや、しかしこの重さが、これだけ重い分、これは頼市を倒せるのではないか。意外とやってるよ、やってるよ。すごいよ。越前くん見てこれ、あ、すごい綺麗、花火みたい。頼市どこ、頼市まだ生きてる。これやったのでは、倒したんじゃ、倒したんじゃない、さすがにこれは。いや、生きてるー、ここに生きてるー、生きてるぞー。どうだ頼市、どうだ、さすがに厳しいか。すごいことになっています。かっこ、あ、でも第3形態になってる。第3になっちゃう子もいるんだね、一応多分。その頼市の技で
やられたんじゃなくて、黒脂肪の多分月の呼吸が、要は他で当たっちゃって、やられたそれで第三形態になるっていう。だから、より一の技では第三形態にならないけどっていう感じか。100体いても、50しか食らわせることができない、このより一の強さ、どういうことなんでしょうか？素晴らしいです。はい、ぜひ、私もこんな男になりたい。なんだこれは強すぎるね。こんだけいてもダメなんだね。なんで、ダメージ与えれないんだろう。え、だってさ、より一の体力ってそんなないじゃん。なに、五条さんみたいになんか、そういう効かないっていう能力が、あるのかな？え、じゃあちょっと、鬼の王 VS 黒脂肪でやらせてみようか。多分鬼の王だったら、戦うと思うんですよ。黒脂肪と。一応炭治郎の血が流れているんで。で、どうだったっけ？今までって戦わせたことあったと思うんだけど、あれ？でも戦わなかったっけ？多分戦わせてる気がするんだよね。で、いきますよ。戦う？あ、戦う！さあ、戦いました。これで、おそらく、鬼の斧が今まで圧勝してたんですよ。まあ、もちろんね、これ、あ、そっか、これさ、ちょっと待って、第二形態になってからだな。待って、これね、ちょっと待っててください。このままの状態だと、通常の黒脂肪でも、体力0っていうか、1にまで持ってっちゃうんで、まず時間経過で、ちょっといろいろ、作業をちょっとしないといけないかもしれないです。これで、まず、半分まで削るんですよ。はい。これで半分っていうか、あれですね、第二形態というか、羽を生やすんですよ。天使の羽を生やして、で、さらに、ちょっと待って、炭治郎の日輪刀を出すところまでやってんで、自動回復がとんでもなく早いので、マックスになった状態で、黒脂肪と戦わせましょう。オーケーイ！これで行きましょうか。日輪刀、炭治郎の日輪刀を持っていて、体力マックス。これ完璧な状態ですよ。この状況で黒脂肪と戦わせる。いきます。スタート！さあ、どうなるかいこれは。前までだったらおそらく、鬼の王の圧勝。この状況だったら間違いなく。でも、今回は、第3形態、第4形態まである黒脂肪。さらに、今までの黒脂肪と違って、この黒脂肪は普通なんですけど、第2形態、この状態からの黒脂肪の強さが、異常なんですよ。今までとは全然違うぐらいの攻撃頻度。で、さらに、動きも違うので、鬼の王に勝てるんで、僕はこれ鬼の王に勝てると。いや、やばいか。いや、厳しいか。待って、マジか。思ったよりか。思ったより、もう第3形態になっちゃった。あ、思ったより第3形態になっちゃったね。多分僕、個人的に第2形態が一番強いと思ってるから。そうか、第3形態まで意外と来てしまうのね。そして止められてしまう。あ、でも体力半分まで来てる。これは第4形態次第なところはあると思うが、どうだ？これでなるべく第3形態でダメージを減らして、いや、しかし、自動回復がとにかく早い。さあ、そして、第4形態、最終形態ですね。最終形態に来てしまったといったところか？これは、さすがにちょっと体力的にやっぱり、150VS。まだこちら体力は多分200何はあるでしょう。この状況、いや、意外と170。そして一瞬戦うのをやめたが、どうだ、これは耐えるか？耐えてしまうのか？いや、しかし、体力68と、体力？どうだ？ここで体力？133。いや、自利品になってしまっている。いやー、やられた！いや、でも思ったよりやっぱり頑張れるね。この完璧な状態の炭治郎、鬼の王って本当に強くて、多分、どうなんだろう。まあ、さすがにより一には勝てないですよ。より一には勝てないけど、鬼殺隊全員とかでも、多分鬼の王勝っちゃうと思う。この状況の鬼の王なら。ちょっとやってみますか。まあ、これで、炭治郎、ポン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 。まあ、ここら辺、煉獄さんいっぱい出しちゃおう。煉獄さんいっぱい出しちゃおう。これでどうだい？これでさ、どうだい？この、やばい！すごいことになってる！この煉獄さんの数やばいよ。10体以上いるか、鬼殺隊合わせて。で、煉獄さんも7体くらいいるからね。これはね、これはやばすぎるが、しかし、それをも凌駕する。いや、できてない！できてない！まずい！負けてる！いや！煉獄さんのみ残ってすごいよね。この鬼殺隊最強、柱最強の煉獄さんを、こんだけ大量に出していても、これまだ体力ほら、まだゼロじゃないからね。これ、もうちょっとで体力ゼロになる。どうだ？これはいい勝負、いい勝負、いい勝負、1になる。あー、1になった！今1になりました。あー、ほら。もうほぼ同着みたいな。ぐらい強いので、
それに結構やり合ってた国志望。いやこれほんと何度も言って申し訳ないけど、サバイバルモード大丈夫かな。出会った瞬間終わる気がするんだけど。うん、設定これノーマルよ。まあ、ノーマルって鬼ノーもノーマルなんだけど、恐ろしいよ。あたしは怖いよ。これを、鬼シリーズで僕ゲットできるか分かんなくなってきた。いや、これもっと早くさ、このアップデが来る前に倒しとくべきだったな、国志望。いや、これ使いたいのよ、これ。これかっこいいからさ、ちょっとサバイバルモードは早く使いたいんだけど、ちょっと頑張ってね。なるべく早く、なるはやで国志望に挑みたいと思います。まあ、鬼編はね、もう今赤座倒して、で、ドーマも、実はもう倒せてるんですよ。まあ、でもまた動画内で倒すんですけど、それ終わったら次は国志望戦なので、ぜひちょっとね、鬼殺隊編、鬼殺隊鬼編も見てくださると嬉しいです。鬼殺隊編はね、まだちょっと、もうちょっと育てないといけないかなって感じなんですけど。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。